ハマボウ、学面ハイビスカスハマボウは、青いカの落葉低木。西日本から韓国チェジュ島、アマミ大島まで分布し、内湾海岸に自生するシオナス植物である。夏に、黄色の花を咲かせる。方言故障には、ヒステバナ塔がある。樹高は1から5メートルほどの低木だが、枝はよく分かれ、株の内側は、鬱草と茂る。 周囲に障害がないところではしばしば横に広がり直径5メートルほどになる。葉は枝に誤生する。直径3から8センチメートルほどの円に近いハート型でやや厚く円に細かい虚子がある。葉の裏や細い枝には開白色の細毛が密生する。幹は灰色で多数の皮目がある。根は深くないが倒れてもすぐ発根する。 カキは7から8月で直径7センチメートル程度の中心が赤葛色の黄色い花を咲かせる。花の形態は同族のハイビスカス、ムクゲ、不要等に似る。5枚の花びらは付け根から回線して伸び、中心の赤葛色部は船のスクリューのように見える。花は1日でしぼむが大きな株はカキに毎日次々と開花する。秋には 先端が尖った、鶏卵系の実をつけ、中には、長さ4から5ミリメートルの豆のような、黒褐色の種子が十数個ほどできる。種子は海水に浸っても死なずに浮遊し、海を通して、分布を広げることができる。秋引く初冬には紅葉し、葉が赤や黄色に変色して落ちるが、実は翌春まで残ることも多い。和名は、浜辺に生える方の木の胃に取られ、 漢字も、浜坊と書くが、牧野富太郎は、法の意味を不明とし、不要の添下ではないかとしている。牧野はまた、もう一つの漢字名、基金も御用であろうとしている。分布域は、太平洋側では、千葉県伊勢、日本海側では、韓国チェジュ島長崎県、津島島根県を気象と位南、南限は、奄美大島である。日本海側の北限はかつて、 長崎県津島市さ守る、ついで山口県萩市笠山とされてきたが、沖諸島の生息地発見で大きく更新された。群落が多いのは、九州西部及び、紀伊半島のリアス式海岸の入り江だが、他にも大群落が見られる河口や入り江は多い。河口や内湾など、寄水域の長官帯上部、長状態に根を下ろす。塩分に強く、満潮時には根元が、 海水に浸る位置に生えるが、海水が届かない位置にも生える。ヨシ,シオクグ、ハ浜サジ、メヒルギト他のシオナス植物とも混成する。人為的なものを除けば、海岸から離れて生えることは、ほぼない。また、荒波が打ち寄せる海岸にも見られない。マングローブが発達しない、九州以北では、浜人町、浜夏目などと並び特徴的な生態を示す木であり、 ハンマングローブ植物とも呼ばれる。木材は、キクラゲ原木栽培のホだぎに使われる。かつては木材を、水中メガネの枠に、川の繊維をロープに利用した。園芸用に栽培されることもある。現存する、個体数は多く、栽培も行われているが、河川回収や海浜部造成のため、良好な群落は減少している。 日本の環境省が作成した、イカンタバ植物レッドリストでは2012年版に、至るまで掲載されていないが、ゼモネツ種、または絶滅危惧種に指定している。府県は2014年現在で一府19県に達し、本種の動向が注目されている。このうち大阪府では絶滅したとされているほか、かつて、日本海側の北限とされていた長崎県津島市佐、守るの群落も、 河川改修で消滅した。各自治体の条例により、天然記念物、または許可なき採集等を禁じた、気象や生動植物種として指定される例もある。シンボルとして指定する、市町村もある。ありがとうございます。